はいそれではですね経済の方のほうの第1回目ユニット2の方ですね、を開始をしていきたいというふうに思いますでは最後ユニット1で見た最後ですね超重要キーワード少ないものは価値が高い、ね、ダイヤモンドと水と比べてですね明らかに水の方が人間にとって必要でも圧倒的にダイヤモンドの方が高い価値が高い値段も上がるそれは少ないからなんだと 希少価値が高いレア商品だからなんだと水はありふれてる必須だけれどもありふれてるだから安いと価値が低いということですねえこれはもうね、えー、今日お超重要なキーワードとして押さえておいて頂いければと思いますではちょっとミクロ経済学ですね、えー、見ていきたいというふうに思いますまず需要曲線とか供給曲線とかねもう言われた瞬間にねうわっやだっていうねなんかあの感じがするあの言葉なんですけれども はい、まあ、要はねこういうことなんです簡単に当たり前じゃんっていうことをあの図にしただけなんです例えばですよ人気のバッグが5万円で売ってました欲しいなでも5万高いなっていうのが今日だけ2500円になったらどうしますか買いますか買いませんかつまり買う人は増えますか減りますか増えるでしょうね9 9 9 9 9 9の人が買うはずですよ ね、欲しいと思っていたんならばですよこのバッグをねこれをですねむしろ買わない2500円俺はねそんなセレブだからそ,そんなねこんな安売りの時なんて買わないんだとむしろ5万円がね、えー、15万円になって誰も買わない時に俺だけが買うのがかっこいいんだとか言ってね、まあ、いるかもしれないですよいるかもしれないでもそんな極めて例外のことは経済学ではもう無視していいじゃんというふうに考える。 いいですね人気のバッグが5万円から2500円になったならばもう買う人は増えるっていうのもう法則にしちゃっていいだろうというふうにです、ね、考えていく経済ですねはい需要曲線というのはですねまあこれまあ便宜上直線で書かれてるんですけど本当はねキューッとこう曲線みたいになるんですねで、ね、この値段このね上に行くに従って高い、ね、ある商品の価格が高い ね、これ0円だったものが100円になる200円になる300円になるはい1万円になるみたいなね値段が高い上に向かって値段があ高くなっていくねこれに対して需要はどうかな買う人はどうかな購入する人の量ねこっちが横軸で取ってあるということですね価格の P はこれプライスですよねプライスプライス価格ねえ需要の Q ですねアルファベットの Q これはクォンティティィですよ、ね、量、量、ね、需要曲線は横に需要を取る、縦に価格を取るということですね、でこの価格と需要の関係、値段が上がったらどうなんですか、今、この値段ですよ、この P2 ってこの値段ですよ、はい、価格が上がりました、需要は多くなりますか、需要は減りますか、価格が上がるんですよ。 今、皆さんの買いたいお菓子って何ですかた例えばいいですよ、ポテトチップスでもいいし、えー、ね、きのこの里でもいいし、えー、欲しいもの、ね、100円とイメージしていた、100円とイメージしていた、そのお菓子の値段が3倍になりました。3倍になりました。たくさん買いますかたくさん買いますか減りますかどっちですか買わないでしょう。値段が上がったら、ほら、値段上に行ったら値段が上がるんですよ。 値段が上がったら、需要は減るでしょう。ね。逆に、値段が下がったら、値段が下がったら、お菓子の何とかっていうお店でですね、えー、150円の、本来150円の美味しいお菓子が25、25円になったらどうですか ?25 円になったらどうですか買いますか買いませんか量は増えますか増えませんかね。いいですか ?150 円のお菓子、なんと25円ですよ。なんと25円。買うでしょう。ね。増えるでしょう、量は。 この、一個一個の、ちょっと上がっ、値段がちょっと上がったら、ちょっと需要が減る。値段がちょっと上がったら、ちょっと、えー、需要が減る。値段がぐんと上がったら、需要がぐんと減る。ね、逆に、値段がぐんと下がったら、量がぐんと増える。ね。こう、これ無数の点、無数の点で結ばれたのが、この、需要曲線と呼ばれるものなんですね。文章に表すと、価格水準に対して、 お値段に対して消費者の購入意欲の結果としてどれくらいの需要なのかということを示しているということですね。もう一回行きますよ。もういいですね。くわ、あの、ちょっとしつこいですね。はい。ね。お菓子のなんとかっていう店で150円のお菓子が25円になった。25円になった。さあど、どっちに行くどっちに行くね。25円になった。こっちに行くでしょう。ね。150円のお菓子が600円になった。 ね、増えるのか量は増えるのか減るのか量は減るでしょうこの点のつなぎ合わせたものが重要曲線なんですはいで重要曲線は右下がり右に下がってますよね右に下がっているというふうに言います価格が下がるそうすると重要が増える値段が落ちるんだからたくさん買えるということですね値段が落ちるたくさん買うね値段が上がるたくさん買わない量が減る値段が上がる 量が減る需要が減る安くなったら買うでしょっていう話ですよねそうじゃない人もいるかもしれないですよそんな俺は貧乏くさくねえんだとか言ってですねあの買わない人いるかもしれないです意地張ってですね価格が下がったら絶対買わないみたいないるかもしれないけどそういう人は一旦除きましょう経済学ではそんなこと言い出したらもうね法則が作れなくなっちゃうから ね、普通は価格が下がったら需要が増えるんですだから需要曲線は普通右下がりなんです右下がりということですねはい <coughs> 続いてものすごく暑い夏ものすごく暑い夏ですよ汗だらだらともうサウナに入ってるようだという夏と寒いななんかなんだろうこれ夏じゃないだろうという時ですね寒い夏ビールがたくさん売れるのはどっちですか ビールがたくさん売れるのはどう考えても暑い夏でしょうということですね。ね。普通は買う。いやいや、そうじゃないんだと。俺はストイックなんだということですね。暑い時ほど俺は我慢するんだと。ビールが飲みたい時ほどビールを買わないんだってね。いるかもしれない。でも無視しましょう。その人は無視しましょう。暑ければたくさん買うんです。たくさん売れるんです。ね。ということですね。いうことで、 ものすごく暑い。ものすごく暑い。喉が乾く。だから、ビールをたくさん買おうと思うはずです。思うはずです。この時に、元々の需要曲線がこの曲線だったとすると、まあ、直線で表されてますけどね。いいですかね。普通は、えー、価格が下がったらたくさん買う。た、価格が下がったらたくさん買う。ということなんですけれども、価格が一緒でも、価格が一緒でもです。いいですか ものすごい暑いから。ね。えー、普通、ビールが250円で1本売ってたとすると、まあ、ちょっとね、あんまり飲みすぎてもお金かかるし、1本ずつにしようっていうのが普通だとして、ものすごい暑い夏。どうしてもビールはたくさん飲みたいと言った時は2本買っちゃうでしょね。もう、いや、500円出すということですね。もう250円1本で我慢せずですね、もう2本買う。ね。値段が同じでも、いいですか値段が同じでも、 もうちょっと買う値段が同じでもものすごく暑いから買っちゃうんです量が増えるねほら点ん点んとこうあって価格が一緒でも価格が一緒でも量がこの分増えてるでしょこの分ね需要の量がちょっと増えてるねものすごく暑いだから喉が渇くいつもよりも価格が一緒であっても買っちゃうたくさん余分に買っちゃうということですね この需要曲線がシフトすると、右にシフトすると、いうふうにですね、言っていきます。ね。あとは、ボーナスが入った。ボーナスが入ったら、たくさん買いますか買いませんか買うでしょう。ね。お金の量が、財布の紐が、あの財布のですね、中身が非常にたくさんになったと。だから、お買い物はよりできる。いうことで、値段は下がってないけど、値段は一緒でも、値段は一緒でも、量が増えてる。買う量がちょっと増える。 ね、右にやっぱりシフトするということですね逆だったら逆も起こるんですよね今年はね業績が悪くてボーナスが全然出なかったということですね給料もちょっとね減らされてしまったともうお財布が少ないとお財布の中身がないという時は価格が同じ安さで保たれていても同じ安さで保たれていても需要の側の消費者のお財布が少なくなれば需要は減るでしょう減る 左にシフトするそういう時きは。お金がないときは、左にシフトするそういう時は。お金が余分に増えたときは、右にシフトしていくということですね。同じ価格であっても、需要量が増えたり減ったりすることがあるということですね。はい。えー、この時点でですね、えー、予想問題集ですかね、えー、予想問題集の70ページですかね、ちょっと見てみましょうか。 <laughs> 70ページですね、予想問題集。はいでは、見ていただくと、はいええミクロ経済の最初ということでですね、はい <laughs> 需要曲線が右にシフトする要因として、 所得の減少が考えられるとありますけれども、これは罰です。右ではなくて、左が正しいということですね。左が正しいということですね。これももう間違いなくですね、えー、躊躇なく、これはもう答えを書いていっていただきたいと、ね。このコンセプトは、この本のコンセプトは、問題を通じてスピードでインプットすることです。問題を通じてスピードでインプットすることです。実力を試す以上に 最初から問題を見てスピードでインプットしていこうよっていうコンセプトの本ですそのようにね使っていただきたいなというふうに思いますまっさらな問題を解きたければですねあのー、産業協会様等でですね、あのー、試験問題の公表というかインターネット上で問題をですね真っ白な状態で公表してくださっていますので問題にチャレンジするということはいくらでもできるんですね大事なことは今これ問題を通じてインプットしていくことですから あのこちらねもう書き込んでしまって、えー、もう対応して対応させてですね答えを書き込んで勉強していくと、えー、でインプットしていくんだと解けるか解けないかじゃないんだと今この問題を読むことによってああこういうポイントが問われるんだっていうことまで含めて知識として押さえていくということですね。いいですねねね図をね書きましたたけれれどもこれはなんか、ねまあ、当たり前に あのかけるようになっておいたらいいかなと思いますね、えー、量が横軸クオンティティ量ですね需要の量ね。価格プライスの P ということですねで今見ているのが需要の曲線ということですねディマンドの D ということですね価格が上がったら価格が上がったら買う量は減る価格が上がったら買う量は減る価格が下がったらたくさん買う ね、値段が安いんだからたくさん買うということですねこのこと。このところを勉強しているということですね。そして今問題1番で見たのは問題1番で見たのは所得が減少すると言ってん同じ価格で売っていたとして同んじ価格で売っていたとして今まではこの量今まではこの量を変えていましたということですね。 ね、ここ,こ,こじゃ例えば1,000個だとしましょうか1,000個、ね、この今あのいい感じの価格のところがあ設定されていたとして、えー、5,000円で設定されていたとして5,000円の場合は1,000個買うということですね、えー、その場合に、えー、国民のお金がないですとお財布の中に、えー、お金がですねお給料が半分になっちゃいましたと極端に考えて。 その場合に需要曲線がこっちに行くんですか需要が多くなる方に増えるんですか需要が需要量増えるように動くのかお財布が寒いんですよお財布が今ないんですよこっちにシフトするんですかお財布がないんだからこっちにシフトするんですかね、同じ価格において同じ価格のところにおいて 今はこの分量で買われていたと今はこの分量で買われているね同じ価格に対して同じ価格に対してたくさん買う方に行くのかたくさん買う方に行くのかねより少なくなるのか量が少なくなるのか量が少なくなるのかお財布の紐がもうこれね厳しくなるんですから給料が半分になったんですよ同じ量は買えないですよね下がっていくんです量が下がっていくね量が下がっていく 量が下がが下っていいく給料がないんだから、量が下が下っていくだから左にシフトしないといけないでしょう、左にシフトしないといけないということですね。<laughs> はいえ、これをねえ、見ていただければというふうに思います。こういうふうにして、まあ、対応する部分というのをですね、まあ、理解できるところからで、えー、大丈夫なんで、一つ一つ、一つずつ入れていくということですね。え経済は本当に、えー、もう果てしない、えー、広大な領域ですからね。 全部をいきなり理解するという必要は全くなくてあそうだこの基本がわかるというそのわかるんだとできるんだというところを一個一個ずつ積み上げていくということですね、まあ、ある日最初に言ったようにこうブって上がっていくって言いましたけれどもある程度の知識が溜まってくると一気に伸びていくということになってきますはい。ね えー、需要の曲線のシフトということで、今やったのは需要。曲線は需要。曲線は消費者の思考の変化や経済環境の変化といったような。様々な要因によって需要曲線自体がシフトするんだということが考えられるということですね。で、ね、価格がね。このこの下のこのラインですね。この2本線があって、下のラインだけを見ると価格が下がったら需要が上がる。 値段が上がったら需要が減る値段が上がが上ったら需要が減る、ね。これ単体で、えー、見るということもできるんですけれどもこの需要曲線自体が動いていくと自体が動いていくということが考えられますよ消費者の思考の変化や経済環境の変化といったようなものでですね例えば暑い夏であればビールに対する需要は高まるでしょ同じ値段でも、 同じ値段でも同じ値段だったとしてももう1本買っちゃうともう1本買っちゃうということで右にシフトすると同じ値段でも同じ値段でももうちょっと買っちゃうと量が増える需要が増えるいうことですね右にシフトするよということですね はい、続いて、供給曲線ですね。えー、これはあのー、企業の立場ですね、えー、皆さん働いていらっしゃる会社のことでもいいし、身近に働いている人を見かけることがあれば、えー、その人たちの企業はどうしてるんだろうかっていうふうに考えればいいと思いますが、例えばですよ、マスクが1箱について500円だったものが、今、1万円で売れてると。 ね、ウイルス等の影響があってですね、えー、これは500円で売ってた箱のやつがですね1万円でもそれでも売れると飛ぶように売れていくという時にですよ企業は作るんですかたくさん作るんですかそれとも生産量を減らすんですか減らすんですか普、ね、普通は増やすでしょ普通はは増増ややすすででししょょだってもうこれね20倍になってるんですよ価格が、ね。今までの、ね、た単価の20倍売り上げが。 上がる可能性があるということなんですねいうことで供給曲線は逆に右上がりになると価格が上がると供給増える価格が上がるあこれは儲かるということで供給が増えるね下が供給の量ですね量クオンティティの量上が価格縦が価格上に行くほど高いんですよ上に行くほど高いんですよ 今まで自分の商品が100円でしか販売できませんでした。100円でしか販売できませんでした。その値段がつり上がって1万円になりました。自分たちの売ってた 100, 万100円の商品が、えー、何かマスコミとかに取り上げられてですね、すごいいいってなって1万円になりました。企業をたくさん増やすでしょう。作るのを増やすでしょうということですね。企業は売り上げあ 単価が上がったら、単価が上がったら、供給を増やすんです。供給を増やす。逆に、売れないというものですね。売れないというもの。もう、皆さんに価値がないというふうに思われて、安くなったもの、あんまり作れないということで下がる。値段が下がったら、供給量は減るということですね。ですから、右上がりの曲線になっていくということですね。はい。えー、供給曲線は右上がりの曲線ですよと。と いうことでですすねね価格の情報上昇です、ね、これを言葉に表すと値段が上がるということは企業にとっては収入の増加ということにつながっていくので生産量を増やすということでですね普通そうでしょ自分ちの売ってる商品の値段がですね高く評価されて今までの10倍の値段になったんですよ。 それはあこれいいねということでもっと増やそうよというふうになっていくのがもうこれは法則として言っていいだろうということですね。見て頂ければというふうに思います。はいそれでは供給曲線もさっき言ったようにシフトということが起きますね。シフトとということが起きる供給曲線も 企業の技術的な進歩や経済環境の変化によってシフトすることが考えられるということですね。ねコストが低下しました今まで1個作るのに1個作るのに1万円かかってた、えー、高価な商品があった、ねまあ、売上げの単価もいいんだけれども売る時の価格もいいんだけれどもそもそも作るのが1万円1個作るのに1万円必要なんだよなと。 いうですねえー、コストのかかる製品があったとそれがうまいこと機械を導入することによってなんとですね10分の11個1000円で作れるようになったと1個1000円で作れるようになったとコストが安くなった生産するコストが安くなったということですねそうすると供給はどうなりますこっち行きますかこっち行きますか右に行きますか左に行きますかね今までよりも10分の1のコストで作れるんですよたくさん生産するんじゃないんですか たくさん生産するんですよね。ね、コストが低下したら右にシフトすると。逆にコストがかかるようになってしまった。原材料の費用がですね高騰してしまって、同じような機械を使ってるんだけれども、一個作るのに今までは一万円で作れたのに今は十万円かかっちゃうと。一個作るの大変になっちゃったと。十万円もかかっちゃうということですね。生産量増やそうぜってなりますか。生産量減らすでしょう。減らすでしょう。 コストが上昇したら供給曲線は左にシフトしていくと左にシフトしていくということですねはい。ではもう一度ですね、えー、予想問題集の70ページですね予想問題集の70ページの方ですね、えー、見ていただければというふうに思います